ネットの、まあ、2倍の高さを一応狙ってみましょうっていうのが今回の、まあ、テーマというか。ゆっくり打っても高く打てば飛んでいくし、もう低く飛んでしまってそこそこ速くても浅くなってしまうので、なるべくネットの2倍で足りないときは3倍、それも4倍でも構いませんので、これだと浅くなる、これだと深くなるっていうことを、これ深いですね、これ浅いですね、こういった形でちょっと高さをしっかり意識して深さを出せるように。 OK、 ありがとうございます。頑張って速いボールを打つとか、頑張っていいボールをいいとこに当てていいショットを打とうっていうことをしても、結構浅くなってしまうと相手ちょっと踏み込めるんですね。でそうするとやっぱり相手が余裕ができてしまって、攻めてるいいボール打ってるのにやられてるっていうケースが結構あると思うので、なるべく緩くても高さのあるボール使って、深く打ってみましょうっていうのがちょっと今日のずっとのテーマでいきたいと思います。はい、よし、うまい、はい、 OK、 はい、 OK、 はい、よいしょ、えい、ナイス、はい、さあしっかり高さ、 OK、 ナイスショー、あー、ちょっとこう伸びが早い気がします。伸びてしまう、もうちょっとここ我慢して前に持っていく、前こういかないでこう、そう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 、ナイスショー、オッケー、いいよ、そうそう、そんな感じでオッケー、じゃあ一回交代しましょう。はい、オッケー、よいしょ、よいしょ、はい、よし、オッケー、準備ね、ここの準備、早く引いて、そう、引いて動いて打っていく、はい、引いて動いて、そう、引いて動いて、そう、早く早く引く、引いて、 OK、 はい、よいしょ、 OK、 はい、よいしょ、あともう一つ面の向き、これが変わっちゃうので、こうやったりこうやったり、それを変えないようにこのまま、OK、そう、はい、じゃあ行きます、そうそうそう、さあ面変えない、あ、いや、今変えちゃった、今のをこういかずに変えないでいきたい、OK、じゃあ一回交代しましょう、はい、いい、ナイスショー、そう、いいよ、うい、あ、うい、うい、うまい、うまい、ナイスショー、うわ、うまい、ナイスボール、オッケー、あ、はい、そう、高さ高さ、いいよ、
はい、高さ、高さ、もっと高く。はい、前。ああ、オッケー、オッケー、ナイスラリー。OK、交代しましょう。はい。はい。準備、準備。お、よいしょ。OK。はい。はい。よいしょ。いいボール。OK。ちょっとこう、こうやって、まだなっちゃってる。頑張って、そうそうそう。今みたいに、前。バックも、前。そう。はい。そう。浅い。OK、いいよ。そう。前に。そう。そう。あ、やった。やった。もう一回。そう。いい。OK。そうそうそう。うまい。お、いいよ。ナイスショット。OK。オッケー、じゃあ交代しましょう。オッケー、最後の方良かったですね。ちょっと巻き込み癖が。そう、あのボーリングみたいにイメージすると分かりやすいかもしれない。あのこういうレーンにボールがやっぱあのガーターしたくないですから、巻いちゃうスイングではなくてボーリングみたいにこう、そう、あの当たった後って結構大事なので、当たった後にこうならないようなこう対策をできるといいかなと。まあ、あとは準備が例えばやっぱ遅れてしまったりとか、あと意外とあるのが準備が小さすぎると出さなきゃいけないんです。多分あのお二人ともそうかもしれないです。準備が遅れたり準備が小さすぎると腕力でガッてやんなきゃいけないんで、ある程度ちょっとしっかりめに引いといた方が、そう、特に両手のフォアもそうですね。ちょっと大きめに引いた方が振り子みたいなイメージで、やっぱこっち側に大きく振った分フォロースルー側にも大きくその安定して振りやすくなるので、ちっちゃすぎてえいってやるよりはちょっとしっかりめにあのしっかりめに引いてもいいかもしれないです。まあ、巻かないっていうのはとにかく、はい、ありがとうございます。やっぱちょっとフォアのスライスが結構主体だと思うので、フォアのスライスはかなりいいと思うんですけど、膝が伸びると良くないんですね。やっぱ手だけしか機能しなくなってしまう。なるべく膝を柔らかく、曲げるとかじゃなくて柔らかくでいいと思うんです。こうやって自分の体重が例えば後ろ足から前足っていう風に移動できればいいと思うので、膝が伸びてるとそれできないですよね。こうなっちゃいますね。だからこういう形であれば両手のショットっていうのはかなりあのコースも隠せるし、相手にかなり生きてくるので、ちょっとその準備を伸ばさないでちょっと柔らかさを残して打っていくっていう、ここはちょっと意識したいですね。もうかなり深いボールに対しても深く返せてるので、かなりお上手だなってすごく印象があって、ただバックがちょっとやっぱりもうちょっと高さが欲しい。高さがあればもうちょっと深くいくと思うので、ちょっとそこが気になったところですね。ちょっとバックを頑張って高く打っていきましょう。ありがとうございました。じゃあ交代していきましょう。